オーケーアップ TV! ケーバチャンネル！今日は、サツキショーの予想になります。いっぺん見てるかー！いっぺん俺に乗れば、回収率 100% 超えるぞ！いっぺんよ、今年の本命成績、知ってるか？このワープ TV ケーバチャンネルの本命成績、まだ馬券圏内を外してません !1110 と、いう感じで、単勝回収値143、副賞回収値353です。副賞を毎回同じ金額で買ってても3倍になります。ということで、一平俺に乗れば勝ててたのに、一平さんはね、回収率 78% でね、マイナス62億というね、まあちょうどいいとこだなぁ。78% って言うとね、やっちゃうからね、やめられないところだからね。実はね、金牌もね、マイネルクリソーラで3着だったんでね、本当にパーフェクト。今年の本命、すべて3着以内に入ってます。では、皐月賞行きましょうか。まずは今日の馬場傾向行きましょう。内前ですね。内と前が優勢だったように見えました。まだ傷んでないような感じですね、内が。前年前行った馬、内通った馬しか来てなかったんでね。後ろが全滅だったような気がしますね。はい。それを見てね、自分も変えましたしね。はい。そして久しぶりにパンパンの両馬でね、皐月賞ができると。イクイノックスの時はまだ両馬だったけど、まだそんなにね、パンパンではなかったんでね、その他は大体主なんでね。どこまで遡るんだろう、結構遡らないとないよね。では、皐月賞の面白データというかね、はい、みんなが見てないデータをちょっと出します。まずは、天栄成績、2124と、まあ、こんな感じでね、単幅回収値もいいし、平均着順もいいんでね、アーバンシックとレガレイヤ、この2頭、両方スワーブリチャード3区だね、天栄です。そして、あと一つね、まあちょっと買いたい馬がいたんでね、調べちゃったんですけどね。初関東遠征の関西馬。10125と。まあでも勝ってる馬いるんでね。どの馬だろう？アルラインとかかな？なんかいるんだよね、1頭勝ってる馬が。初関東遠征の関西馬で。よくね、初関西遠征の関東馬は結構苦手だったりするんでね。逆で、初関東遠征の関西馬。は10125と、まあ結構フリっちゃフリですね。はい。では買いたい馬1投目いきましょうか。買いたい馬1投目、10番、レガレイヤー。オッケー、来たぜー。レガレイヤーですね。この馬ね、ラップがものすごくてね、ホープールステークスのラップがね、まあ結構サートンナイアと似たようなラップを踏んでるんですけど、まあ、1000メートル前半61秒36、後半が58秒84という感じでね。まあ、サートナイアが62秒73と。で、後半が58秒93で、まあ、大体でもないけど、一緒ではないんだけど、ラスト5ハロンがね、大体一緒の踏み方してるんですけど、ラスト2ハロンのレガレイラのね、ラップがね、11秒43、11秒14っていう。加速ラップなんだけど、中山2000ので重賞で、加速ラップできる馬があまりいないんだよね。あまりってほぼいないんだよね。調べた範囲では。重賞1着馬の馬で、サートナリア11秒41で11秒51なんでね。加速ラップではないんでね。これがほとんど、京成杯、弥生賞、ホープフルでね、一頭もいないんでね、自分の調べる範囲内では。ただ、皐月賞だと一頭いるんですよ。両馬場だと。まあ、主でもいないな。ソウルオリエンスでもあんなに刺してきたのに、最後、垂れてる感じなんだけど、ダノンキングリがね、11秒31、11秒23っていうのがあるんだけどね。ものすごい末脚。このコースで。ただ、皐月賞のね、平均前半1000メートルラップは60秒前半ですね。だからまあ、あと1秒は絶対縮めなきゃなんないんだけど、まあ、サートナリオでもね、62秒73でね、ホープル勝って、その後来てるんでね、それより前半も早いし、タイム自体も早いんでね、今回のね、直近のホープルステークスの自走成績がね、みんないいんですよね。5勝、
2着2回3着1回着外6回という感じでね、自走成績はめちゃめちゃいいんでね、ラップもいいしその後の成績もいいし、これはね信頼できるんじゃないかと思ってます。そしてねこれ共同通信範囲がまあめちゃめちゃ遅いんだよね。共同通信範囲がめちゃめちゃ遅くて、前半っていうかもう本当にラストは3波論の競馬なんでね、1000メートルから800メートルのラップが13秒台ってあんまり見たことないんでね、1800の重賞で、これがアイビーステークスよりひどいと。アイビーステークスの後半1000メートルは57秒27、これレガレイヤ自身の個別ラップを使うんでね。ほんでジャスティン・ミラノのねラスト1000メートルが57秒92と、まあ前半はね両方63秒台でね、まあスローなんだけど、アイビーステークスのレガレイラにもラスト1000メートル勝ててないという感じでね。東京1008でもねレガレイラ3着だったけどね、どっちが、まあ、共同通信がレベルめちゃめちゃ低いレースだったのか、レガレイラがめちゃめちゃ強いのかはあれだけど、まあ、ラスト3波論はねジャスティン・ミラノが勝ってますけどね、32秒58で、レガレイラのは32秒72という感じでね、共同通信歩みにねまあと勝負しても全然レガレイラの方が上だと思うけどね、経験もそうだしね。ジャンタルマンタルはねちょっとねわかんないけど、ジャスティン・ミラノには勝てると思うけどな、レガレイラ。そして冒頭に言った天栄成績、天栄出てるんでね、天栄成績いいんでね。ただねこの馬、まあさっきもね馬場稽古行ったんだけどね、前には行けないと思うんでね、点が遅いんでね前には行けないとは思うけどね、ただ1000メートル60秒台では走れると思うんでね、うん、全然追走はできると思うんで、そっからの末足でどんだけいけるかって感じだけどね、あとは馬場と相談っていう感じだけど、かなり強いと思うけどね、ホープル見ただけでも。かなりピッチも速かったし、全然タバと違ったし、ラスト。そうだね、3着の、ま、どれだっけな、サンライズジパンは挟まれてたけどね。新エンペラーはもう、勝負にならなかった感じだからね。ということで、解体馬1投目は、レガレイラです。いやー、これは強いと思うよ。では、解体馬2投目いきましょう。解体馬2投目は、コスモキュランダオッケー来たぜー !12 番コスモキュランダです。はい。そんなにね、理由がないというかね、だから共同通信範囲がね、ちょっとね、ラップ的にね、そんなに今まで、皐月賞で来てた馬の共同通信範囲とは合ってないんでね、まあ、タイムも遅いし、13秒台とかいう謎の、遅々歩き区間があったし、中山2000の方のラップで強い馬を上に取りましたね、今回は。まあだから弥生賞はねこれも良かったんでね、まあレガレイラと、まあ、コスモキュランダと皐月賞のこの前後半の平均ラップを合わせてみると、まあまあ後半はもうコスモキュランダね皐月賞平均より上なんでね、まあレースパフォーもね、弥生賞は一番高いと思ってるんでね。まあタイム的にもまあ2分切ってるし、はい。まあ当日はまあもっと早いと思うよね。皐月賞自体はもう全然早いと思うよね。58秒前半か57秒だとは思うけどね。だからまあ、あとはモレイラもそうでね。モレイラだからっていう。まあ素人みたいな考えだけど、もうモレイラやばいと思うよ、ほんと。中山芝成績4211で、平均2着なんでね。平均着順が2着なんでね。もう、ほぼ来るよ。80% 来てるからね、これ。やばいと思うけどな。しかもルメールいないからね。うん、ルメールいないからね。もう、ほんと、モレイラ大暴れしそうな気がするけどな。まあとりあえずもうモレイラだけでね。みんな買っといた方がいいと思うけどね。モレイラっていうだけで。何も考えず買えばいいと思う。自分は結構調べてますけどね。モレイラに関しても。先週、まあ、桜花賞本命にしたんだけど、ステレンボッシュ。その、モレイラが、実力発揮できるパターンじゃなくても勝ったからね。今回、実力発揮できるパターンだからね。うん、コスモキュランダ。だから、まあ、今回も、馬券圏内飛んでくると思うけどな。まあでもこのままあんまりスタート良くないんでね。はい。
それが心配ですけどね。では、解体魔3投目いきましょう。解体魔3投目は、8番、ジャンタルマントルオッケー聞かせー。ジャンタルマントル、短い距離 でね、実績を残してる馬を買いたいんだけどね、共同通信合いはね、ちょっとダメだしね。うん、これは評価できないんでね。これは評価できないね。1分48秒だからね。まあさっきも言ってる通り、13秒っていう謎の歩いてる区間があるしね。まあジャンタルマントルね、両馬場だったらまあ時計が速くなるからね。まあ、やっぱりマイル重賞で来てる馬を買いたいね。っていうのも、後継ラップにはなるんだけど、皐月賞っていうのは、まあ後半の方が速くなるんだけど、前半も59秒台で突っ込んでくるんでね。ということは59秒台経験してる馬、まあ自身がね、レースラップじゃなくて、馬自身が経験してる、59秒台を経験してるのは、まあ、ジャンタルマンタルぐらいじゃないかな。はい。だから、ジャンタルマンタルはかなり分があると思いますけどね。前半の追走に関しては、まあ、残りの海面に入ってる馬が59秒台経験して勝ってるね。自身のラップで。だからまあ、前有利でね、まあジャンタルマンタルは点も早いし、枠もまあちょうどいいし、前半の速い流れも経験してるし、だから共同通信合いは前半が遅すぎてね、全然実力発揮できなかっただけなんだね、あんなのは。ただあのペース我慢できるか、皐月賞のペースなんて全然我慢できると思うよ。あんな遅いの。63秒台我慢できるから、皐月賞なんて60秒台なんでね、全然余裕だと思うけどね。そうだね。ちなみに、点の、点平均の順位は4位です。点2波論になると1位だからね、かなりポジショニングは楽に取れると思ってます。ただね、川崎騎手がね、距離不安を持って下げるとかしなけりゃって話だけど、距離不安でなんか下げる騎手もいるんでね、それだけをしなければね、ポジション取って普通に来れば、馬場も枠も味方するんでね、ジャントルマントルいいと思うけどね、そのスピードで混んでくれれば、自然と来ますよ。だからまあ、今日の馬場見てね、ちょっと前の馬もね、点の速い馬、内枠をもう一回洗い直しましたね、今日。では、全集1回目はメンバーシップのみに公開しております。自分の最強本命、知りたい方はメンバーシップ入ってください。新内競馬新聞は朝刊で公開します。参加したい方はメンバーシップ入ってください。実況動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。通知の方もね、したら便利だと思います。じゃあ行こうぜ、皐月賞。OK、アプティビー競馬チャンネル行くぜ。